はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、Python を使って AI、人工知能の基礎を勉強していきたいと思います。まず今回は、機械学習についてですね、その基本を、Python を使ってですね、実際に実習を通して勉強していきましょう。機械学習というのは何でしょうか？人工知能 AI を勉強するときにですね、まず、初めにですね、機械学習について勉強する必要があります。機械学習とはですね、明示的な指示を与えなくてもですね、効率的に課題を実行してくれるですね、コンピューター上のアルゴリズムや統計モデルなどをですね、総称して機械学習、と言っていまして、まあ、大きく教師あり学習、教師なし学習に分類することができます。つまりですね、コンピューターがですね、自ら学習をして、問題を解くためのですね、効率に問題を解くための、様々なパラメーターなどを決めてくれるんですね。例えばですね、皆さん、よくご存知の例で言いますと、犬の写真と猫の写真をですね、こちらの写真は犬ですよ、こちらの写真は猫ですよと、写真とですね、そのまあ回答ですね、答え、これをセットにしてですね、コンピューターに学習をさせます。それを学習するアルゴリズムなどがですね、機械学習の、アルゴリズム、モデルということになるわけですが、そのような犬と猫の写真、そして、こちらの写真は犬です。こちらの写真は猫です。といったようなですね。まあ、回答も合わせてですね、コンピューターに学習をさせ、インプットさせ、そしてですね、学習した後はですね、任意の写真をですね、コンピューターに、インプットすると、その写真は犬である。あるいは、この写真は猫である。というような判断をする。こういうものはですね、機械学習の中の教師あり学習ということになりますね。つまり、入力。入力はまあ写真ですよね。写真。出力がこれがですね、猫であるか犬であるかというですね、まあ回答、答えですよね。まあこういうセットにしたデータをですね、インプットして、そして学習させて、その結果としてですね、まあ学習を一度しますと、様々な、アルゴリズム、モデルのですね、パラメーターを、コンピューターが設定をすることができますので、学習した後はですね、任意の写真、犬か猫の写真ですね、任意の犬か猫の写真を、コンピューターにインプットしますと、まあ、これは犬である、あるいはこれは猫であるというふうに、まあ、出力、答えを出してくれるということですね。まあ、このようなものをですね、まあ、教師あり学習と言ったりします。まあ、これに対してですね、教師なし学習。まあ、これも機械学習のうちの一つですが、これはですね、出力ラベル、先ほどで言う答えですね。答えを含まないデータセット。つまり、写真なら写真、犬と猫の写真だけを、インプットする。コンピュータに入力するんですね。そうしますと、その写真の中からですね、まあ、そのコンピューターにのアルゴリズム、モデルがですね、その写真の中からですね、その特徴をコンピューター自身が見つけてくれると。ね、特徴を抽出してくれるということですね。こちらが、犬です。こちらが猫です。というような、回答、まあ、出力ラベル、ね、回答を、与えなくてもですね、写真だけを与えて、その写真の中のデータからですね、コンピューター、まあ、コンピューターにセッティングしたアルゴリズムやモデルがですね、その写真の中から自ら、その写真の中の特徴を、抽出する、特徴を見出して、それぞれのデータのパターンをですね、発見してですね、まあ、入力したその写真をですね、いくつかのグループに、カテゴライズすると。その写真をですね、いくつかに分類してくれるというもの。これがですね、教師なし学習ですね。つまり写真だけ入れてですね、これが犬である猫であるということは、
インプットしないんですね。写真だけを入れることによって、その写真の中からですね、その写真のデータからですね、特徴、これをですね、コンピューターが、自ら、ね、コンピューターにセッティングしたアルゴリズムがですね、モデル、その人工知能のモデルがですね、自ら、特徴を抽出してですね、インプットした写真をですね、そのデータの特徴、抽出した特徴ごとにですね、いくつかに、グループごとにカテゴライズしてくれるというものですね。これが教師なし学習。まあ、このようにですね、大きく分けると、機械学習は教師あり学習、教師なし学習に分類することができるわけです。で、本日はですね、まず一番初めですから、このうちの、教師あり学習ですね、こちらの方につきましてですね、勉強していきたいと思うのですが、まあ、この教師あり学習についてもですね、様々なモデルがあります。様々なモデルがあるんですがね、今日はその中のモデルのうちですね、一番、使いやすいというかですね、一番最初に勉強するのに、一番適していると思います。この経勤棒法、まあ、考え方としては非常に単純なアルゴリズムです。単純なアルゴリズムでですね、データを分類するという方法ですけれどもね、この経勤棒法について今日は、勉強をしてですね、実際に、Python でですね、データを扱いながら、考えていきたいと思いますね。はい、ちょっと皆さん見ていただきたいのですけれども、これは scikit-learn というですね、Python のライブラリーの中でですね、まあ、人工知能 AI のですね、非常に、有用なライブラリーであります。scikit-learn の、まあ、これサイトを今、表示していますね。この scikit-learn というのはですね、皆さんが、インストールしましたですね、アナコンダに含まれていますのでね、後でインポートで簡単に使うことができるんですけれども、まあ、このサイトはですね、その、人工知能のですね、様々な、まあ、使い方、まずそのためのですね、有用なライブラリー、これがですね、全部収められていましてですね、今日もこの scikit-learn のライブラリーの中からですね、いくつか利用していくわけですけれども、まあ、実はここはですね、そういうライブラリーと一緒にデータも一緒にですね、配布されています。で、今日はですね、その中のですね、まあ、IRIS というですね、まあ、これも非常に有名なデータですね。いろいろな分析で、まあ、使われる、データなんですね。いろんなところでですね、使われるデータなんですけど、それも、この scikit-learn のところからですね、持ってきて、皆さんすぐ使えることができるんですね。まあ、興味があればですね、このサイトをですね、きっちり読んでいただいてですね、勉強していただくと、まあいいと思うのですが、はい。今日はですね、この、中のですね、まずデータを持ってきてですね、またライブラリーを、まあ、scikit-learn のライブラリーも、まあ、利用していきたいと思うんですね。はい。それでですね、まあ今日、まあ皆さんの資料にもですね、書いておりますが、はい。まあまず今までですね、今までの授業でもやってきました。まあ、数値計算ライブラリですね。数値計算ライブラリの NumPy。まあ、これをですね、まず読み込んでいきます。import NumPy as NP ですね。NP という名前で、まず NumPy を、読み込みます。インポートしますね。これはもう今までの授業でも何回もやっていますのでいいですね。NumPy については、使ってきました。NumPy Array という形でですね、データを扱うということも勉強しましたね。はい。で、今日はですね、今、説明しました、このサーキット、ね、サイキットラン。まあ、サイキットランの中のですね、いくつか、使いたいものがあるんですね。で、ちょっとですね、このインポートの仕方をちょっとですね、皆さん、覚えてほしいんですね。from って最初に置きますね。from sklearn.dataset。つまり、まあ、sklearn のドットデータセットですね。sklearn のデータセットという、まあ、ライブラリーから、from ですから、からですね。インポート。ロードアイリス。ロードアイリス。アイリスというものをロードしてくださいね。ロードアイリス。ロードアイリスというものをインポートしてくださいねって意味です。なんでこんな表記してるかというとですね。これ非常に名前も長いですからね。実は、この上のようにですね、import numpy as np としますとですね、import した後、numpy のことを np という名称で、読んで使うことができるというのは、これ今まで説明した通りですね。ですから np の中に入っている、
クラスとかですね、まあ、メソッドを使いたいときにはですね、np.何々とつなげていけばいいということでしたよね。ところが np.何々という、まあ一応名前をつけて、その後にドットをつけてですね、メソッドとかですね、まあ関数とかをまあつなげていくわけですけれども。まあこのようにですね、この次の行ですね、from sklearn.datasets、from sklearn.datasets、まあこれ非常に名前が長いですからね、これから、フロームですから、ここから、インポート、ロード、アンダースコアアイリス。まあ、このようにインポートしますとですね、この中に入っているメソッドやですね、関数をですね、まあ、関数ですね、この中に入っている関数、あるいはクラスを呼び出すときにですね、まあ、このライブラリー名、ドット何々というね、その前、ドットの前をいらないんですね。直接この中に入っているクラスとか関数を、関数名で呼び出すことができるというですね、そういう、まあ、非常に、扱いやすくなります。要するに、ライブラリー名ドット関数とかですね、ライブラリー名ドットクラスとかにしなくてもですね、その、最初の部分のライブラリードットという部分を省略してですね、直接関数名とかを書いて使うことができます。ですから、こういうようなですね、まあ、インポートの仕方というのもね、皆さんちょっと一つ覚えておいてください。この下もそうです。サーキントラーン .model アンダースコアセレクション。これはモデル。実際にですね、機械学習のモデルを、この中から使っていくわけなんですけれども、機械学習のモデルを使うためにですね、sklearn.model アンダースコアセレクション。まあ、機械学習のですね、アルゴリズム。今日勉強する経験方法というのは、それほど難しいアルゴリズムではないんですが、それを実際にプログラムにしていくと大変ですからね。ですから、そこら辺のですね、アルゴリズムを実際に Python で実装するプログラムしたもの、これをですね、がこのモデルの中に入って、モデルセレクションの中に入ってますのでね、このモデルセレクションの中から、必要なモデルに相当するですね、ものを呼び出して、使うと。あとはデータを渡して使うということです。ですからそのためのものをですね、まあ、ここでインポートするということですね、今日使う機械学習のアルゴリズムをここからインポートするということです。これも from sklearn.model selection import train test split ってありますけどね。もうこれ後で説明しますけど、これはですね、データをうまく分割する。これも非常にですね、有用な関数なんですけどね。この関数も、sklearn.model selection.train underscore test.split とすると長いですから、これを from sklearn.model underscore selection インポートのトレインアンダースコアテストアンダースコアスプリットとすればですね、この最後の関数名だけで使うことができるということです。ですからこのようなインポートの方法をしています。とりあえずこのインポートを3つこれしますね、ここでね。そこでここでインポートしましたので、このアイリス、ロードアイリスですね、ロードアイリス、ロードアイリスというこのクラスですね、このロードアイリスクラス、このロードアイリスクラスから、実際にインスタンスですね、アイリスアンダースコアデータセット。アイリスアンダースコアデータセットというですね、インスタンスをまず生成します。ね、ここで読み込んだですね、ロードアンダースコアアイリス。このクラス。このクラスから、ね、オブジェクト名イコールクラスですから、このクラス、このクラスの中で設計されている様々なね、関数とかですね、メソッドを、まあ、アイリスアンダースコアデータセットで使えるようにするためにですね、インスタンスとして、オブジェクトイコール、ロードアンダースコアアイリス。これでこのクラスが、によって、このアイリスアンダースコアデータセットというオブジェクト、インスタンスですね。これが出来上がりました。ね。まあ、基本的にはこの中に入っているデータが様々にここで、まあ、セットされていると。データセットですからね。この中のクラスからですね、まあ、データが、こちらの方にセットされるということになります。データがセットされてですね。このアイリスアンダースコアデータセットの中に様々なデータがこれでセッティングされます。セットされます。その同時にこの中のこのクラスの中で設定されているメソッドもですね、当然使えるようになります。従いまして、早速その、メソッドを使ってですね、このアイリスアンダースコアデータセットの中のデータを、ちょっと見てみようということですね。プリント、アイリスアンダースコアデータセットドットキーズ。キーズっていうのはですね、このデータセットの一番上になるですね、列名ですね。列名のようなところですね。キーですからね。これをちょっと見てみましょうということですね。はい。じゃあちょっとここまで実行してみましょう。
そうすると、右下のですね、コンソール画面を見てほしいのですが、まずですね、どうなっているかというと、まあ、これ、ディクショナリーですね。辞書形式のデータになってますね。dict underscore keys。そしてですね、まあ、これ、括弧になってですね、どういう、まあ、キーがあるかというと、まずデータという、ね、シングルコーテーションで囲まれてデータ、カンマの、次ターゲット、カンマの、フレーム、カンマの、ターゲットネームス、カンマの DESCR、カンマのフューチャーネームス、カンマのファイルネームスと、まあ、いろいろなデータが入ってるんですね。で、今日使うのはですね、まあ、このデータ及びターゲットを、これをメインに使っていきますけどね。データってのは何かというとですね、この IRIS データセット、この中にセッティングされた具体的なデータが入ってます。データの中にね。で、ターゲットっていうのはですね、そのデータの、まあ、教師のラベルです。出力ラベルですね。出力ラベル。で、これは何かっていうとですね、このデータっていうのはですね、この IRIS っていうのは、あやめですよね。あやめの花です。そのあやめの花のですね、様々な特徴をデータにしたものなんですね。はい。あやめの花の、まあ、特徴をデータにしたものが、このアイリスデータというものなんです。でですね、このあやめのデータが150個、まあ入っているわけなんですけれども、で、実はですね、あやめにはですね、種類があるんですよ。ね、あやめの花には種類がありましてね、セトサという種類のあやめとですね、アイリスとですね、バージニカですね、バージニカというですね、種類のアヤメ。あと、バーシクルというですね、種類のアヤメ。この3種類のアヤメの種類があるんですね。ですから、何をしようかとしているかというとですね、今、まあ、これからデータを見てみますけどね、アイリス、アヤメですね、アヤメの花の長さとですね、額っていうのはですね、花弁って言うんですけど、あと写真をお見せしますけど、花の部分と花の外側の部分ですね。花の部分を花弁って言いましてね。で、その花の外側の部分を萼片って言うんですよ、萼片、ね。で、その花の長さと幅、花弁ですね。花弁の長さと幅、それと、萼片の長さと幅、これをデータにしたものが、このアイリスデータセットの中のデータという部分、4つの数字で並んでるんですけどね。その4つの数字が150個分あるんです。150個分ある。その150個分がですね、まあ実を言うと50個ずつがですね、その3種類の花、つまりアイリスの、セトサとバーシクルとバージニカという3種類のですね、アイリス、アヤメの、3種類のそれぞれの、花弁の長さと幅、萼片の長さと幅のデータなんですね。ちょっと、実際にですね、じゃあそれ見てみようかなと思いますね。はい、実際にですね、どうやるか見るかというとですね、これ、じゃあデータというところをちょっと見てみましょう。はい、アイリスデータですね。これちょっとデータと見てみますと。はい。ちょっと、右下のコンソールを見てほしいです。これ、このデータですね。これずーっと並んでまして、全部150個あってですね。はい。5.1、3.5、1.0、0.2。最初の 5.1、3.5 っていうのが花弁、花びらの方です。花の方の長さと幅になります。あとの 1.4、0.2 っていうのが萼片の長さと萼片の幅です。でそれがですね、最初、まあこれずーっと50個ずつですね。あやめの3種類。セトサと、バーシクルとバージニカ。ね。セトサとバーシクルとバージニカというですね。3種類のアヤメの、花弁の長さ幅、萼片の長さ幅のデータがずっと150個並んでいるわけですね。はい。それではですね、実際にその花弁と、
花弁とかそういうのをですね、ちょっと見てみたいと思いますけどね。よいしょ。これになりますね。これになります。今写真をお見せしましたけれども、まあこれはあやめではないんですよね。これはあやめではないんですが、普通の花の話ですけどね。まあこの、黄色い花の部分ですね。黄色い花の部分が花弁です。花弁です。で、この花弁の長さと幅。で、この下、この花びらの外側にあるこの緑色の部分ですね。ちょっと葉っぱとは違う緑色の部分。これを萼片と言います。これを萼片と言いましてね。この萼片の長さと幅。このデータですね。こちらの花で言うと、花弁というのはこの赤い部分の花。花の長、花びらの長さと幅。あと、この外側にちょっと緑色のがこうありますけど、これを萼片と言います。でこの萼片の長さと幅ですね。これは、アイリスではないですけどね。今、花弁と萼片の区別をつけるためにちょっと出しましたけど、ここの、今、パイソンですね。スパイダーに戻りましたが、この右下の部分ですね。ちょっと見ていただきたいんですが、右下の部分の最初の数字がですね、花弁の長さ。次の数字が花弁の幅。次の数字が萼片の長さ、次の数字が萼片の幅となっています。まあ、それがずっと150個並んでるわけですよ。で、それが、ね、アイリスの3種類の、データですね。で、これは3種類のデータはこうですね、この、花弁の長さと幅、萼片の長さと幅によって分類ができるんですね。3種類っていうのはさっきから言ってますように、アイリスの瀬戸さ、アイリスのバーシクル、アイリスのバージニカ。ね。この3種類が、この、まあ、花弁の長さと幅と、萼片の長さと幅で分類できるという、こういうお話です。それを分類していこうという話なんですね。はい。じゃあ、それではですね、じゃあ実際に、このデータを見ましたのでね、じゃあ次はですね、そうですね、先ほど、これ見ますとですね、ターゲットネームズっていうのもありますのでね、ちょっとこのターゲットネームズっていうのもちょっと見てみましょう。あともうターゲットっていうのもちょっと見てみたいと思いますね。ちょっとですね、プリントでですね、よいしょ。ここを出したのはもういいですから、ここはもう、コメントしましてね。次の部分ですね。よいしょ。次のデータをじゃあちょっとプリントしてみましょう。はい、右下のですね、コンソールを見てください。あ、今お話しました。瀬戸さ。ね。ね。バーシクルですね。バーシクル。あとバージニカですね。瀬戸さ、バーシクル、バージニカ。これが、まあ名前、ターゲットネームっていうのは、まあ最終的にこの3種類に、ターゲットとして3種類に分類できますよ。3種類にね、ターゲットとしてこの3種類に分類できますよ。で、その3種類に分類できる名前を、それぞれターゲットネームズということで、形でね、瀬戸さ、バーシクル、バージニカというふうに分けてます。そして実際のターゲットってのはこれです。00000111122222ってなってますけど、これ、先ほどの150個の花弁の長さ幅、萼片の長さ幅の150個のデータに対応してまってね、これは1番目、2番目、3番目のデータの出力ラベルです。つまり最初のデータの出力ラベルは0。で0は瀬戸さに対応してる。瀬戸さに対応してるってことです。で、51番目、これ1ですね。データはこれ1。これはバーシクルに対応してる。バーシクルに対応してる。で、2がですね、バージニカです。2がバージニカです。で、それが最初のこのデータですね。最初の50個ですね。ここからデータが始まって、最初の50個は0。で、次の50個が1。で、次の50個が2。で、それぞれのデータに、これ教室付き学習のためのですね、出力ラベル答えなんですよ。最初の50個のデータは、0ですよ。0ですよ。答え0ですよ。と教えてます。つまり、瀬戸さですよ。って学習させてるわけです。で、次の50個のデータは全部1ですよ。1ですよ。と学習させてます。で、次の1のデータの名前はバーシクルですよ。で、最後の50個のデータは2ですよ。って、これ
コンピューターに教えるためのラベルです。教えるための教室付きの教師です。教えてるんですね。2ですよと教えてるんです。最後の50個のデータは2ですよと教えてます。で、この2ですよと教えてる。この名前は、ね、バージニカです。ね、バージニカですよと教えてる。まあ、それが、まあ、ここにデータとして収められてるよということなんですね。はい。それではですね、まず最初、じゃ何をしていくかということなんですけれども、今、ここで、このような花弁の長さと幅、萼片の長さと幅の150個のデータを手にしました。でそれぞれの150個のデータが何を、ね、何であるかという答えも手にしました。最初の50個は0、瀬戸差だよ。次の50個は1、バーシクルだよ。最後の50個は2、バージニカだよというですね、150個のデータを得たわけですね。で、ここでポイントは、まあ、このターゲットというデータですね。このターゲットというこの、まあ、教師ですよね。何であるかっていう教えるデータと、さっきの、こちらのデータですね。このデータの数は等しいってことです。で、1対1に対応してるってことです。最初のこのデータは0ですよ。最初から50番目は0ですよと教えてますし、次の50は1ですよ。ね、最後の50は2ですよ。では、データとこの答えというのが1対1に対応してるってことです。つまり、この、0から2の150個と、このデータの150個の数は等しいし、それぞれは、データに結びついてるっていうことですね。ここの最初の1番目の、このデータは0ですよと、ね。次のデータも0ですよと、結びついてるということですね。で、数もだから当然等しい150個ずつであるよということは押さえておいてくださいね。はい。で、ここで何をするかというと、この150個のデータですね。この150個のデータ、答えの150個のデータと、最初の、実際の花弁の長さ幅、萼片の長さ幅が入っているデータ。これをですね、トレーニング用、これから機械学習させるわけですね。コンピューターに機械学習をさせて教え込むわけですけどね。教え込むためのデータと、で教え込んだ後、それで教え込んでですね、学習をして、機械学習で学習をして、その結果、様々なパラメーターが決められるわけです。そのパラメーターを決めた後ですね、で実際、機械学習した後、ちゃんとコンピューターは正しく判断してくれるかどうかというですね、テストをするためのデータ、テストをするためのデータにですね、2つに分割すると。150個データあるんですけどね。機械学習させるためのデータと、その後ですね、機械学習した後、実際にじゃあちゃんとですね、分類できるかどうかというテストをするためのデータですね。これに分類するということをですね、次にやってみたいわけですね。で、それはどうするかというとですね、先ほどですね、この上の方でちょっと読み込みました。ここですね。ここの部分で読み込みました。トレイン、テスト、スプリット。これトレインっていうのは訓練ですよね。訓練、学習です。訓練です。アンダースコアのテスト。テストっていうのはテスト。まさにテスト。で、スプリット。まさに文字通りですね。この150個のデータをトレイン用のデータと、つまりトレーニングさせる、機械学習させる、トレーニングさせるためのデータと、その後、機械学習した後、実際にですね、ちゃんと判定してくれるかどうかっていうテストをするためのデータに、スプリットを分けるっていう、そういうことをするための関数なんですよ。このトレインテストスプリットというのはね。で、これで、今の150個のデータをじゃあ分割しましょうっていうのを次やってみたいと思うんですね。で、これはですね、まあ、それほど難しいことではないのですが、このようにですね、よいしょ。関数としてはですね、非常に簡単なんですね。非常に簡単でして、よいしょ。まずですね、ここまで。ちょっと、よいしょ。はい、やっていきますと、このようにします。まずですね、X トレイン。これは、データの方ですね。データ、トレーニングさせるためのデータ。データのオブジェクトです。カンマでですね。X テスト。これはですね、最終的に訓練した、トレーニングした後ですね、訓練した後の、
ちゃんとコンピューターがですね、ちゃんと評価してくれるかどうかテストするためのデータです。で、カンマ。次はですね、Y トレイン。これはですね、答えですね。つまり、ここの X トレインに対応した答えです。X トレイン。つまり、トレーニング用に、分類したデータの、それぞれの、データが、3種類の花の何であるかというですね、回答のデータですね。これとこれは1対1に対応しているわけですね。X トレインと Y トレインはだから1対1に対応しています。X がデータ、Y がそのための、答えですね。出力ラベルです。それぞれのデータが、3種類の花のどれであるかという、0か1か2かというですね、そのデータです。そして、Y テストっていうのはですね、こちらの X テストに対応しているものでしてね。X テストっていうのは、じゃあ実際にこのトレーニングしたものが正しく判定してくれるかどうかというのを試すためのデータです。で、そのための答えが Y テストなんですが、この Y テストの答えと実際にじゃあトレーニングした後の、コンピューター、機械学習した後のコンピューターが出してくれる答えとですね、出してくれた答えとこの Y テストを比較してですね、そしてもし完全に合ってれば、機械学習は完全にうまくいってですね、100% 正解を出すことができますし、99% か 98% が評価するためにですね、これを実際の答えを使うということになりますね。で、これ、前も勉強したと思いますが、関数の引数ですね、関数からの戻り値ですね、関数の戻り値が複数ある場合には、最初戻ってくるデータは一番最初のオブジェクトに入って、カンマでくぐって、次に戻ってくるデータは2番目のオブジェクトに入って、3番目に戻ってくるデータは3番目に、カンマで区切った3番目のオブジェクトに入って、4番目に戻ってくるデータは、カンマで区切った4番目のオブジェクトに入る。関数の戻り値が複数ある場合には、その数に応じて、このようにオブジェクトをカンマで区切ってやれば、最初に戻ってくるオブジェクトは、最初に戻ってくる戻り値は最初のオブジェクト。2番目に戻ってくる戻り値は2番目のオブジェクト。3番目に戻ってくる戻り値は3番目のオブジェクト。4番目に戻ってくる戻り値は4番目のオブジェクトに入力することができるというのはね、前関数のところで勉強したと思いますが、これはまさに、このトレインアンダースコアテストアンダースコアスプリットというものにですね、アイリスデータセットのデータですね。アイリスデータセットのデータ。それと、よいしょ。もう一つは、アイリスデータセットの、ここにありますよ、ターゲットですね。というのを入れて、つまり、アイリスデータセット、つまりデータそのものと、その答えであるターゲットですね。0か1か2です。0か1か2。ね。その答えであるターゲット。0か1か2のそれの答え。それを、次にですね、引数として、カンマ、テストサイズ 0.3 ってあります。これテストサイズっていうのは、100% のうち、つまり全部を1と考えたときね。全体を1と考えたとき、そのうちの 0.3、つまり 30% を評価用のテストデータにしましょうよ。ということは残りの 0.7、70% をトレーニング用のデータにしようということです。これをここの数字で設定します。で、このランダムアンダースコアステートっていうのはですね、イコール0っていうのはですね、それをですね、まあ、データを分割するとき、ランダムにまあ、データをですね、取得するわけですけど、そのランダム性をですね、設定するときにここの数字をですね、いじっていくわけですけど、今はまあ、とにかく、ランダムアンダースコアステートを0としておいていただければいいと思いますね。これはちょっと、詳しい話になりますとですね、コンピューターの中の乱数っていうのはですね、疑似乱数と言いましてですね、本格的にですね、本格的というかですね、もう全く何もないところからランダムに出してるわけではなくてですね、やっぱりある程度、この計算をしながらランダムにですね、数字を発生させているんですね。ですから、ここの、まあ、ランダムアンダースコアステートイコール、今0を入れてますけど、ここの数字をですね、まあ、後で同じような乱数を発生させたいときは、同じように数字にしていけばですね、まあ、似たような乱、まあ、同じ乱数が発生できるってことなんですよ。つまり、乱数ってのは本来ですね、何が出てくるかわかんない、もう、全くランダムなものが出てくるんですけれどもね、コンピューターってのはそういう全くランダムというものを発生するってことはなかなか大変なんでね、疑似乱数って言いまして、本当は、まあ、いろんな計算をしながらランダム的にですね、数字を発生させてるんです。ですから、同じ乱数が欲しい場合にはですね、このランダムアンダースコアステートの数字を同じにしてやればですね、まあ、周期的に同じ数字を取り出すことができるという、まあ、ことなんですけれどね。まあ、今ここではあまり深く考えないで、ランダムアンダースコアステートイコール0としておいてください。で、重要なのはこのテストサイズ 0.3 ですね。これはですから全体の、データのうちの、
0.3、30% をテスト用のデータにします。そうすると残りの 0.7、ね、残りの 0.7、1から 0.3 いきますから、残りの 0.7、70%、全体の 70% をトレーニング用、つまり機械学習用ですね、トレーニング用ですね、機械学習させるためのデータにしますよと。ね、で分割するのはここにありますよね、アイリスデータセットのデータ。先ほどお話した鼻の花弁の長さ幅、額縁の長さ幅のデータと、それに対する答えですね。そのデータが、0か1か2か、ね、の答え、これも同じように、まあ、ランダムにしてですね、全体の 0.3 をテスト用、全体の 0.7 をトレーニング用に分割してくれるんです。で、その分割したデータを、戻り値としてですね、4つ戻ってくるんですね。最初に戻ってくるのが、トレーニング用のデータですね。はい。そして2番目に戻ってくるのがテスト用のデータ。はい。で、3番目に戻ってくるのがこのトレーニング用のデータの出力ラベル。つまり、0か1か2。それぞれのデータが0か1か2かという答えですね。答え。それぞれのデータが0か1か2かの、答えが次に戻ってきて、で、最後に戻ってくるのがこのテスト用のデータのまあ、答えですね。テスト用のデータがそれぞれ0か1か2か、ね、花の3種類のどれであるかっていう、データが、その後に戻ってくる。で、それが順番にこのオブジェクトに入りますから、このようにオブジェクトの中には最初にトレーニング用のデータ、次にテスト用のデータ、次に、トレーニング用のデータの答えですね。それぞれのデータが、トレーニング用のに設定したデータのそれぞれのデータが、花の3種類、0であるか1であるか2であるかという回答がここに来る。で、最後は、テスト用のデータの、それぞれのデータが、花の、ね、0か1か2のどれであるかっていうその回答が入ってくる。で、ここにセッティングされると。まあ、こういうことになりますね。はい。じゃあ、実際にですね、じゃあ分類されたデータをちょっと、はい、見てみたいと思うんですけどね。はい。じゃあ、まずですね、X トレインですね。これ、全体の 70% ですね。がトレーニングデータ。まあ、もちろん、こう、順序がですね、ランダムになってですね、そのうちの順序が、このデータがランダムにですね、ランダムに取られて、そのうちの 70% ですね、これがトレーニング用のデータになってくるわけですね。で、これちょっと実行しますと、はい、右下のですね、右下のですね、コンソールをちょっと見ていただきたいんですが、このようにですね、全体の 70% ですね、このデータがですね、もうランダムにされてですね、このように、トレーニング用として 70% が設定されてくるわけですね。で、その次はですね、じゃあ 30% のテスト用のデータも、出てきますと、次はですね、テスト用のデータも出てきますので、テスト用のデータもちょっと見ていきましょうか。はい。次はですね、テスト用のデータ。はい、次はですね、はい、先ほどがこのトレーニング用のデータですね。トレーニングで学習した、で出来上がったですね、機械学習の結果を、じゃあテストデータで評価しましょうという評価用の、データであります。そして、次がですね、最初のトレーニングデータの答えですね。それぞれのデータ、ね、テスト用に設定したデータの、それぞれのデータが、0であるか1であるか2であるかね。花の種類、瀬戸さ、ね、バーシクル、バージニカのどれであるかですね、瀬戸さ、バーシクル、バージニカのどれであるか、0か1か2でですね、示すやつですね。それをじゃあちょっと見てみましょうかね。で最初の、これですね。はい、1222122って、これランダムになってますね。ランダムに。ランダムになって全体の 70% が取られています。で、先ほどのデータの順番とこの、答えの順番も当然一致しているわけですよね、はい。そして最後にですね、テスト用のデータの回答ですね。これはもう、機械学習の結果ですね、予測してくれる、コンピューターが予測してくれるわけですね。それと、実際の回答が正しいかどうかを評価するためにですね、テスト用のデータの回答ね。全体の 30% です。全体の 30% のテストのデータの回答がこういうデータとして出来上がってくるわけですね。はい。それではですね、じゃあ今日使う、まあこれでデータの方は準備できたんですね。まあ機械学習をさせるためのトレーニングデータ。
そして、そのトレーニングした結果からですね、実際に機械学習の結果、データを与えると、それがですね、3種類の花のどれであるかですね、3種類の花のどれであるか判定してくれるかどうかという、まあ、テスト用のデータ、ね、で、それぞれの答えもできました。じゃあ、それはどういうアルゴリズムでですね、今日のこのデータを学習させるか、これが問題でありますね。そこが機械学習の、まあ、本質的な部分ですよね。その本質的な部分はですね、ちょっと説明したいと思うんですけどね。で、今日勉強するのはこの K-近傍法ってやつなんです。K-近傍法ってやつですね。で、これ実際のデータはですね、今日はデータ4つ、1つのデータにつきですね、4つの数字が並んでますから、4次元ですよね。4次元ですから、ただ4次元はこういうふうに図にできませんよね。3次元までは図にできますけどね、4次元になるとまあ図にできませんのでね、今この K-近傍法というのをですね、わかりやすくですね、説明するためにデータを2次元のデータ、ね、2つの数字、1つのデータが2つの数字からできている2次元と考えていただければ、あるいは3次元でもいいんですけどね、3次元のデータと考えていただければいい。これにまた、ね、もう1つ立体的にですね、これが X 軸、Y 軸とすれば、これに Z 軸を加えれば3次元になりますけどね。今日は4次元ですけど。まあ、わかりやすくちょっと2次元のデータで考えてみたいと思います。3次元でも4次元でも結果としては同じことなんですけどね。で、これ今、今日は3種類の花でね、それぞれのデータの特徴がある。それでクラスにね、これクラスと言ってますけど、花の名前でですね、セトサ、バーシクル、バージニアに分けるわけですけれども、ちょっと今日これ K-近傍法を勉強するためにですね、それぞれをクラス A、クラス B、クラス C と分類するとします。クラス A、クラス B、クラス C と分類しましょう。ですか？で、このように分類したときにですね、じゃあ、どのように今日ですね、学習させてですね、その学習結果からどのように、まあ、新たなですね、データがあるとき、そのデータがどこに所属するか、つまりクラス A に所属するのか、クラス B に所属するのか、クラス C に所属するのか、判定するのかということですね。で、この K-近傍法っていうのはですね、まずこの、それぞれのデータの特徴、ね、まあ、XY、それぞれのデータの数字によって、こう、プロットできるわけですよね。プロットできます。プロットできます。で、本当実際は今日4つの数字ありますから、4次元ですからね。4次元でプロットするわけですけれども、まあ、4次元はこう、グラフでこう、表示することができませんからね。今、2次元のデータでこう、プロットしていきます。ね、右が、この横軸が X、縦軸が Y としてですね、XY の数字でこうプロットしていくわけと、プロットしていきます。そうするとこうプロットされましてですね、で、まあこの特徴としてこの辺をクラス A、この辺をクラス B、この辺をクラス C というふうにね、データから特徴を抽出して分類することができるわけですね。はい。で、そう分類したときにですね、例えばですね、このように。じゃ、ここに新しいデータが来ました。ここに新しいデータがプロットされました。で、このデータはじゃあどのクラスに分類できるのかっていうのが今日の問題ですね。で、これもですね、明確にこの中にあればこれクラス C ってわかりますしね。これが明確にここに入ればクラス A ってこともわかるでしょうし、ここの中に入ってれば明確にクラス B ってこともわかるでしょう。まあ、その場合も同じ考え方なんですけどね。その場合も今日の K-近傍法で同じように答えは出るんですけど、まあ、一番難しいケースで言うとここら辺。ここら辺にあったとき、じゃあこのデータはどのクラスに分類できるのかという、まあ、一つ大きな問題が出るわけです。で、どうするかっていうとですね。まあ、今日考えてみるのは、このデータの中心からですね、この円をこう書いてあるんです。円を書きます。このデータの中心からこの円を書きましてね。で、この円の中のデータの数を数えていきます。で、これを K-近傍法の K なんです。この K なんですね。例えばこれ今、K イコール5とした場合、K イコール5とした場合、K イコール5っていうのは、つまりこの円の半径の中に入っているデータの数と考えてください。で、これちょっと今 K6 ですね。K6 にして、6にしなきゃいけないな。K6。まあ K とか K5 とか6とか、この数字を決めるのが非常に重要なんですよね。この数字を決めていくのが重要なんですけど、今 K イコール6とした場合ですね。ちょっと考えていきたいと思うんですけど、これ大体この、今ですね、このデータがどこのクラスに分類されるかっていうのを決定するとき、このデータの中心からですね、こう、徐々に半径のね、
大きくして円をだんだん描いていくんですよ。半径だんだん大きくしていくんです。半径だんだん大きくして円を描いていって、今 K6 とした場合ですね、この半径を描いた円の中にですね、データ、K イコール6とした場合、データが6個入った場合、1、2、3、4、5、6、6個入った場合に判定をすることになるんですね。つまり、経均棒法ってのは、この K の値をまず決めるっていうのは非常に重要なことでね。で、この K、今6とした場合ですね、この半径をだんだん大きくしていくわけです。そして半径を大きくしていって、この半径の中に6個のデータが入った場合、今ですとですね、この青いのが1、2、緑が1、赤が1、2、3入ってます。そして全部で6個入ってます。この K、この半径の中にですね、データが今6個入ったときに、このデータの個数が一番大きいところに分類されるっていうルールなんですね。つまりこの場合、まあだんだん徐々に半径を大きくしていくわけです。だんだん半径を大きくしています。で、この半径の距離っていうのはこの下にありますようにユークリッド距離っていうのを使いましてね。通常はユークリッド距離っていうのを使うんです。まあこれは、まあ X 座標の差分の2乗と Y 座標の差分の2乗を足してルートで開くというね。2次元の場合はそうです。3次元の場合はこれに Z 座標が入ってきましてね。4次元の場合は、まあ、4次元目の座標が同じように、差分の2乗で足されていってね。それを全部足してルートで開くというのが、これユークリッド距離というものですけどね。二次転換の距離は全部ユークリッド距離で測るということですけど、まあ、ここではちょっと分かりやすいために、それは、置いといてですね。つまりこの、中心からね、徐々に半径を大きくしていくんです。わけですね。その距離というのはこの全部ユークリッド距離とするわけですけれどもね。で、だん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 大きくしていくわけです。半径をね。で、半径を大きくしていって、今 K イコール6、今 K イコール6としましたからね。この K イコール6とした場合には、この半径の中にデータが6個入ったとき、その時判定をするということです。で、このデータが6個、今青いのが2つ、緑が1つ、赤が3つで、このデータが6個入ったときに、データの数が一番多い、この半径の中に、ね、つまり半径の中に6個データが入ったときに、半径の中にデータが6個入ったときに、その中で一番多いデータの入っている、つまりここで言うと赤が3つですから、ここですと赤が3つですから、この赤のクラス C というのが、このデータの分類になるということなんですね。つまりこの場合、K イコール6とした場合は、この半径をだんだん大きくしてみますと、このデータがこの半径の中に6個入ったとき、6個入ったとき、その6個のうち赤が3つで一番多いですから、赤が3つで一番多いですから、このデータはクラス C に分類されると。こういう考え方で、分類を行うというのが、経均棒法ということです。まあ、これを実際に Python でプログラミングしていくわけですけど、それはね、非常にプログラミングするのは大変ですので、今日は scikit-learn のですね、モデルを、ライブラリーからですね、インポートして使っていこうという話なんですけどね。ただね、この場合はですね、非常に今 K イコール6とした場合はクラス C なんですね。K イコール6とした場合はクラス C に分類できるんですけど、じゃあ次のケース見てみましょうね。今度 K イコール12とした場合、ね、今度 K イコールですね、12とした場合を考えています。K イコール12としますとですね、半径だんだん大きくしていくんですね。半径だん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 大きくしていって、半径大きくしていって、ここに行くとですね、この半径の中に入っているのがデータがですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12なんですね。今、青が5つ、緑が3つ、赤が4つでですね、全部でちょうど12になります。そうすると、K イコール12とした場合ですね、この半径の中に入っているデータが12個になった場合はですね、赤4つ、緑3つ、青が5つですからですね、こうなるとですね、今度このデータはクラス A に分類されるんですよ。クラス A に分類されちゃうんですね。つまりさっき K イコール6だった時はクラス C に分類されたんですね。しかし今度、この、K を12としますとですね、今度クラス A になる、クラス A ですね。1、2、3、4、5データ入ってますからね。クラス A に分類されるってことなんですよ。ね、そうすると、じゃあ、このデータはどこのクラスに分類したらいいかっていうですね、問題が生じてくるんですね。つまりね、この K の値を決めることが非常に重要なんですよ。ね、この K の値ってのはじゃあどうやって決めるのかと。ね、これ人間がいちいちじゃあいろんなデータを引っ張り出して、じゃあこの K の値をどうするかって決めるのかっていうことなんですね。で、そこで
この K を決めるのを機械学習によって決定するってことなんですよ。機械学習ね。今日は150個のデータのうち 70% をトレーニング用、機械学習用のデータに設定しましたんで、そのね、150の 70% のデータをですね、こう、コンピューターに学習させて、じゃあ、それがですね、実際に入っている。この K を決めていくということになりますね。つまり一番、150個でこう、円を大きくね、いろいろ大きくしてですね、K の値をいろいろ細かく変えていくわけです。そうすると、それぞれのデータには答えがありますからね。実際の答えは A なんだけど、K を6とした場合は C になっちゃう。そうすると、K6 っていうのは、答えが間違えちゃうから、もうちょっと K を大きくした方がいいかな、つってコンピューターは学習をして、最適な K の値を定めてくれるわけですよね。まあ、こうやってですね、それぞれのデータに、答えがついてますから、そのデータと答えが合うようにですね、この辺の K の値を決めてですね、実際にうまく分類をしてくれるように、コンピューターが学習をしてくれる、機械学習をすると。ね、こういうアルゴリズムを経験棒法と言いますね。非常に、わかりやすく、単純な、アルゴリズムであります。要するにそのデータの中心からですね。2次元の場合は円ですね。で、これ3次元の場合は9になりますね。3次元の場合は9になります。9になりますね。4次元の場合は9というよりも、ね、またさらにデータ。もちろん何次元だって、数学上はですね、拡張することができますからね。このように目で見てわかるのは2次元か3次元、9。2次元の場合は円ですけどね。3次元の場合は9になるわけですけどね。その中の、データが、これ K12 にした場合と、ね、K6 にした。その K の値はその一つ一つのデータでこう、ね、答えがついてますから。このデータは、0か1か2かって答えがついてます。それによってですね、じゃあ、K を11にした方がいいのか、10にした方がいいのかとね。それが、コンピューターが学習して、最適な K を見つけてくれると。これが、今日の機械学習、経験棒法の考え方ですね。はい。そうしましたらですね、そこまで分かりましたので、じゃあ実際今度 Python に戻りましてね、データも分類しましたので、じゃあ実際にですね、経験棒法を使ってですね、機械学習をさせて、じゃあデータの分類をコンピューターができるように、学習勉、ね、トレーニングをしていきたいと思いますね。はい。で、そのためにはですね、まず、はい、このようにですね、サーキットラーンからですね、この今の経験棒法のですね、アルゴリズムを1から我々がプログラミングするには、大変な作業ですのでね、その経験棒法のアルゴリズムを使えるライブラリーが、実際にサーキットラーン、ね、ありますので、ね、サーキットラーンからですね、その経験棒法のアルゴリズムの、ライブラリーをですね、持ってくることにしたいと思いますね。はい。じゃあ、どうしましょう。まずですね、こうします。はい、見てください。from sklearn.neighbors。ね、neighbors。ね、neighbors は近傍ですね。近傍です。近傍です。ね、from scikit-learn.neighbors というライブラリーから、import。ね、import。k-neighbors。ね、k 近傍法です。k-neighbors。k-neighbors。ね、k 近傍法のクラシファー、クラシファーですね。モデルですね。ライブラリーですね。経験棒法のライブラリーをインポートするということをやっています。from sklearn.neighbor から、インポート、k-neighbor クラシファーね。k-neighbor クラシファーでですね、経験棒法を扱うことができるライブラリーをインポートするわけです。ね。それで from インポートの形ですから、この中のですね、関数を使うときにはですね、この k-neighbor classifier 自身、これクラスになってるんですけどね、経験棒法を使うためのクラスになってるんですけど、これを使うときにですね、この頭にライブラリーなんとかドットっていうのをつける必要はないという、いきなりこれで使いますよということですね。で、早速ですね、この次にですね、k-neighbor classifier というクラス、ですね、ここで、最初にですね、
まあ、ここ、ネイバーズ1にし、ちょっと最初これ1に設定しておきます。ね。1に設定をしておきまして、ここでですね、これからこのクラスからですね、実際にオブジェクト、まあ、この K ネイバーズ、K 近傍法の様々とですね、このクラスの中に設計されている、様々なですね、メソッド、などがですね、利用できるようにですね、ここからオブジェクトですね、インスタンス、KN というインスタンスを作るという作業ですね。はい。KN というインスタンスをここで作り上げるわけです。はい。いいですかね。はい。じゃあ、これでですね、次にですね、まあ、この K ネイバークラシファー、まあ、ここで最初に、これね、N ネイバーイコール1にしておいていただきたいんですが、まず最初ね。で、これで、まあ、この K 近傍法、K 近傍法のクラス、この中で設定した様々なですね、メソッドが KN というインスタンスで使えるようになりましたんでね、早速、じゃあこのインスタンスを使いましょうということですね。で、kn.fit。これが学習です。fit っていうのは学習するためのメソッドになります。学習するためのメソッドです。kn.fit、括弧、データを与えますと。まず、xtrain、つまり、トレーニング用のデータです。xtrain、トレーニング用のデータ。カンマで、次にこのトレーニング用のデータに学習させるわけですから、それぞれのデータが0か1か2かね、花の種類が0か1か2かっていう、回答、つまり、出力ラベルね、答えを与えなきゃいけない。答えがこの Y トレインですね。それぞれのデータのトレーニング用の答えが Y トレインですから、X トレインデータとそれぞれのデータが0か1か2かの回答を一緒に与えて、それを Fit というので、メソッドで学習させるわけです。ここでクラスからですね、K ネイバー近、ね、つまり K 近傍法のクラスから KN というところにインスタンスができましたから、この KN というインスタンスは、この、K 近傍法のですね、ライブラリー、このクラスから作られた様々なメソッドが使えますと。この .fit を学習させるってことです。kn.fit を学習させます。ね、データ X、トレーニング用のデータと、そのトレーニング用のデータの答え、これを引き渡して、データと答えを渡してですね、このデータは0、このデータは2、このデータは1という、この組み合わせでですね、学習させるわけです。ね、kn.fit、これで学習させます。ここが機械学習そのものです。ですから、ここで機械学習、これが機械学習。ここで、トレーニングのデータの、データと回答が渡されて、このデータは0、このデータは1、このデータは2って学習してるわけですね。kn.fit でこれ学習します。で、これで学習が終了するわけです。ここまで学習が終了しますから、じゃあとりあえずここの学習終了するところまでちょっとやっていきましょうかね。はい。じゃあここまで。これで学習が終了。ね。つまり何をしてるかっていうと、この3行だけです。たったこの3行だけです。まず、サーキットランネイバーズというライブラリーから、この K ネイバークラシファーという K 近傍法のクラス、これをインポートします。で、この K 近傍法のクラス、K ネイバークラシファーに、まあこれ初期値ですね。N ネイバーイコール1。これはまあ初期値として与えてやってください。で、このクラスから KN というインスタンス、オブジェクトを作った。ここではもう、K 近傍法の様々なメソッドが使えますから、kn.fit で学習させますと。ね、K 近傍法の学習をさせるわけです。K 近傍法の学習をさせますと。括弧、トレーニング用のデータと、そのトレーニング用のデータの答えを渡して学習させる。こういうことやってるんですね。で、これ実際やりますと、まあ何も起きません。これ学習完了したってことです。で、ここ学習完了しましたんで、じゃあ、その学習もこれ完了しちゃったんでね。で、実際にその学習がうまくいってるかどうかっていうのを、ちょっと見てみましょうか。ということを次にやりますね。はい、じゃあどういうあるかっていうと、実際にですね、じゃあ、その、勝手にデータを作ってやるんです。ここで勝手にデータ作ってやります。ね、まずね、X データという、まあ、勝手にデータ作ってやります。NPRA ね、NPRA でデータ作ってやります。カッコの、これ、鍵カッコ2つ重なるのを気をつけてください。なんで鍵カッコ2つ重なるかっていうと、右下の、ここを見てください。右下。右下のですね、さっきのデータの形を見てください。さっきのですね、このデータの形ってのは、はい。これ NPRA ですから、
最初に鍵括弧がついて、最初に鍵括弧がついて、で、その中にまた鍵括弧がついて、各データの組が鍵括弧でこう、囲まれてるわけです。4つのデータがね、鍵括弧で囲まれて、また4つのデータが、ね、花弁の長さ、幅、萼縁の長さ、幅、それが鍵括弧で囲まれて、また鍵括弧で囲まれて、つまり、一つのデータにつき、鍵括弧でですね、こう、分類されてます。で、それ全体が大きく鍵括弧で、このようにですね。ここにだから二重になってますね。最初と最後は、最後が鍵括弧があって、最初にも鍵括弧があると。つまり鍵括弧、最初と最後ついて、その中にまた鍵括弧でそれぞれ4つのデータが、ね、一つの次元としてですね、一つ一つのデータの組として鍵括弧で囲まれている。こういう形で入ってますから、実際にじゃあ、我々がですね、データ作るときもですね、まあ本当にこのコンピューターが、答えを出してくれるかどうかっていう試しにね、のデータを作るときにも、このように、この4つの組み合わせのデータの鍵括弧と、このデータ全体を囲む鍵括弧、この2つを二重にしなきゃいけないということですね。これはまあ先ほどのデータ形式を見ればわかるわけですけどね。NP アレイで、括弧で、鍵括弧2つでね、で実際にちょっと自分で作ってやるんです、データ。ね、これですね、花の長さ 5.0、幅を 2.9、萼縁の長さを 1.0、萼縁の幅を 0.2 っていう、勝手にちょっとデータを NP アレイでね、作ってやります。これ NP アレイの形ですからね、NumPy アレイですね、NumPy アレイの形ですからね、コンソール見ますとね、だから NumPy アレイにしてやります。そしてそのデータをちょっと見てみましょうね。このデータをちょっと見てみますと、どんなデータかというと、まあ単純にね、5.0、2.9、1.0、0.2 っていうデータですかね。じゃあこれを、じゃあ実際にこれはじゃあ何の花であるか判定してもらいましょう。ね。判定するときはこういうのを使います。ですね。次はですね。実際にじゃあ今学習した結果、ね。今、私がですね、適当に作ったデータを読み込ませて、その適当に作ったデータはじゃあ何の花であるか予想してみましょう。はい、予想。kn.predict です。予想ですね。predict 予想。つまり、機械学習をした結果、ね、経験方法で機械学習を行った結果、ね、その学習結果から予想をするためのパラメーターが決まりましたのでね。じゃあそのパラメーターを使って予想しましょうってことです。kn.predict、括弧、データを与えてやるです。今作ったこのデータですね。僕が作った4つの数字の並びのデータを与えて、そのデータは何の花であるか予想しましょうと。kn.predict というメソッド。.predict というメソッドで、ね、学習した後、機械学習した後ですね。機械学習した後、.predict というメソッドで予想ができます。その結果を予想に入れます。予想イコール kn.predict、括弧 x データ。ね、これをじゃあ、やってみます。はい。そうすると、あ、ごめんなさい。ですね、ここ消しちゃったらダメですね。ごめんなさい。ここ消しちゃったら動かないね。ここを消しちゃったらいけない。ごめんなさいね。ここだけ消す。ね、X データを、シャープでコメントしたら、X データなくなっちゃいますからね。すみません。これでやりましょう。はい。そうすると、答えは0です。0ですから、これはセトサですね。0ですから、0、1、2ですからね。セトサ、バーシクル、バージニアですからね。0ですから、セトサ。で、そのセトサって出したいときはですね、先ほど、ですね、データセットのターゲットネームってところに名前がありましたんでね。ターゲットネームっていうところに名前がありましたんで、まあ、0じゃわかんないから、花の名前を出したいってときにはですね、そのターゲットネームのところでね、このようにすればですね、プリント、アイリスデータセット、鍵括弧のシングルコーテーション、ターゲットネーム。ターゲットネームという次元の中の予想が今0ですから。これ0ですね。1だったら、2番目のバージニア。ターゲットネームズっていうのはセトサ、バーシクル、バージニアって並んでましたでしょ。ちょっと右下の方見てください。右下のですね。最初の方にですね。これやりましたですね。データ出したところでですね。最初の方にですね。まあ、何が入ってるか。何のデータが入っているかっていうのを見たときにですね。見たと思いますが。よいしょ。ちょっと待ってくださいよ。ここです。はい。セトサ。右下のコンソール見てください。セトサ、バージン、
バーシクル、バージニカですね。セトサ、バーシクル、バージニカですから、この鍵括弧の中のは、0がセトサ、1がバーシクル、2が出ると、バージニカってことですね。ですから、この、プリント、アイリスデータセットの、ターゲットネームズの次元の中の、さらにこの鍵括弧を別にしてね、この次元の中の、0番目だったら、セトサって出るし、ここが1だったら、バーシクルって出るし、ここが2だったら、バージニカとね、プリントされますんでね。今0だから、セトサと出るはずですからね。これちょっとじゃあ実行してみましょう。はい。じゃあ右下見てください。予想は0ですから、ここにセトサ、セトサと出てきますね。右下にセトサと出てきます。はい、これでですね、まあ、今、勝手に作ったデータですね。勝手に作ったデータは、まあ、アイリスのセトサであるというふうに分類できます。はい。まあ、これで、まあ、一応ですね、学習した結果から予想が出せることが分かりましたので、じゃあ実際に先ほど分類したデータのですね、今度テストデータ。テストデータを使って予想を作ってみましょうと。で、それをどうするかって、こうなります。まあ、今、y アンダースコア予想、y アンダースコア予想というオブジェクトにですね、残りの 30% のデータの、与えてですね、30% のデータを与えて、それが、セトサか、バーシクルか、バージニカかというですね、つまりが0か1か、2ですね、かであるかどうかというのを予想してもらいましょう。その予想結果を y アンダースコア予想というオブジェクトにインプットしましょう。先ほどと同じです。kn.predict ですね。kn.predict.predict で予想しますから、kn.predict。括弧、中にオブジェクトですね。x アンダースコアテスト。つまりテスト用に 30% のデータを用意した、ね。x アンダースコアテストです。この30個のデータ、30% のデータをここに与えます。そうするとその 30% のデータのそれぞれのデータに対して、予想した結果が、この y アンダースコア予想に入ってきます。ですからそれをまずプリントアウトしましょうと。ということですね。じゃあ、ここまでちょっとやってみましょう。はい。そうしますと、さっきのところはもう、いいですね。さっきのところはもう、必要がありませんので、コメントアウトしまして。次は、先ほどスプリットしたですね、30% のデータを与えて、その 30% のデータの、が何の花であるかという予想結果を、この y アンダースコア予想に入れてやる。こういうことですね。はい。そうすると、今、実行しますと、右下のように出てきます。右下のようにですね、30個の、与えたですね、テスト用の 30% ですね。30%、150個の 30% ですね。150個の 30% ですから、45個ってですね、45個のデータの、それぞれが何の花であるか、2、1、0、ね。セトサか、バーシクルか、バージニカかのですね、まあ、回答が、予想がですね、予想結果がここに出力されるってことです。で、じゃあその予想がですね、実際の答えとは本当に合ってるかどうかってことですね。実際の答えって言ったのはですね、ここにある、y テストですね。先ほどデータを分類したとき、テスト用のデータの答えも一緒に分類されましたので、それが y アンダースコアテストに入っていましたのでですね、y アンダースコアテストをじゃあ実際に表示してみます。ね。じゃあこの下にですね、表示してみましょう。はい。はい、そうすると、まあ、右下のコンソール見てください。こちらが予想結果ですね。こちらが機械学習した結果、機械学習した後ですね。機械学習した後、経験方法で、テストデータを、のデータを何の花であるか予想した。何の種類の、目であるか予想したものです。で、この下がですね、実際の、それぞれのデータの、実際の正しい答え、正しい答えです。で、これとこれが実際に、合ってるかどうかっていうのを確認する作業ですけど、それが最後になりますね。こういう作業をします。はい。どういう作業かというと、NumPy ですね。np.mean。これ平均値を取るものなんですが、括弧してですね、このように y 予想、y アンダースコア予想、つまり予想結果と、イコールイコール y アンダースコアテスト。つまり、y アンダースコア予想と、y アンダースコアテスト。これは実際の答えですね。実際の答えと予想した答えが等しければ、これは1が返ってくるんです。で、間違ってたら0が返ってくるんです。ね。で、それが全部、それの全部の平均ってことです。だから全部これが
正しかったら全部、つまりこの今45個のデータですかね。45個のデータが全部等しかったら45個の1が返ってくるんで、それを平均すると1ですから、100% ってことになりますね。で、例えば、その45個のうち1個だけがですね、これ、等しくないと0が返ってくるんですよ。等しくないと0が返ってくるんで、45個のうち44個があってたってことですから、その平均値になりますから、90.9 いくつとかね、こういう数字、平均値でですね、数字に対して。で、例えばこれが半分しか当たってなかったらね、45のうちの半分しか当たってなかったら、1が45の半分、0が45の半分ですから、それを平均取れば当然 0.5 になりますよね。だから 50% ってことになる。つまりこれで、この予想値が実際の値と、等しければ1が返って、等しくなかったら0が返って、それを平均取りますからね。全部あっては100。半分だったら50ですからね。その、4分の3あっても75ですから。だから何パーセント当たってたかっていうのを、これをプリントして表示するってことなんですね。はい。じゃあこれを実際に実行してみましょうね。はい。そうするとですね、ちょっと右下見てください。ここです。これが答えです。0.9777 ですね。0.9777。まあ、どこが間違ってるかちょっとわかりませんのでね。ちょっともう一回、ここですね。Y の予想と Y のテストと最後の 97% を一緒に表示させてみたいと思いますね。はい。こうなります。まあ、97% 当たってるってことなんですけど、じゃあどこが間違ってるかね。こう見ていきます。最初が予想数字ですね。この1行目見ると21022でしょ。こっちが答え、正しい答えですから、21022の2の0、111の2の、111の0の1101の21、全部合ってるような気がするんですけどね。その次の行がですね、0200、110の21002、こっちもですね、0020、110の20、110って合ってるような気がします。で、最後の、ここですね、21120200ですけど、ここが、はい、ここが間違ってますね。こっちが1。予想数字は2ですけど、実際の答えは1になってますね。予想数字は2ですけどね。予想数字は2ですけど、実際の答えは1です。ここが間違ってますね。あとは112022。112020ですかね。これ当たった。つまり、ここが間違ってるってことになりますね。この一つが間違ってる。この一箇所が間違えてますね。そうし、一箇所が間違えてる。あとはあった。あとはちゃんとデータから、それぞれのデータが3種類のうちに、どの花であるか、ちゃんとどの種類のアヤメであるかね、セトサか、バーシクルか、バージニアか、ちゃんと判定していると。ですから、この判定結果は、97.7%、約 98% の、確率で、ちゃんと正答を出してくれるということでね。まあ、機械学習としてはですね、まあ、成功したんではないかなということになりますね。はい。いかがですかね。今日はですね、機械学習のね、まあ、最初の基礎の基礎ですね。まあ、最初の基礎の基礎ということでですね、まあ、経験方法というのをですね、勉強してですね、まあ、機械学習の基本をちょっと、勉強してみました。まあ、今日のところはですね、まあ、比較的わかりやすいと、思うんですね。で、まあ、今日のところで押さえてほしいのは、まあ、経験方法という、まあ、こういう考え方も非常に大事なところですけどね。で、まあ、現実にプログラミングというのはしないでですね、サイキットランのですね、ライブラリを使って、経験方法を使ってですね、分離をするってことを勉強したんですけどもね。まあ、本来であればもうちょっとですね、このアルゴリズムの中身もですね、まあ、数学的なところですね、それも、まあ、勉強すると、なお、一層ですね、内容が深まっていく、理解が深まると思うんですけどね。まあ、とりあえず今日は基本ということでですね、サーキットランのライブラリを使って、経験方法によってですね、データを分離するということを勉強しました。いかがですかね。非常に重要なところですのでね、皆さんもう一度、復習の方をよろしくお願いいたします。今日はこれで終わりにしましょう。